こんばんは、こんばんは。15分の仮眠を取ったんよ。めっちゃすっきりした。こんばんは。めっちゃ暑かった。寝とる間イチジクの匂いなんじゃけど、みちゅにグレープフルーツって言われたリップ。こんばんは。こんばんは。暑っ。風邪っぴきハートちゃん、そうです。でももう治ったよ。こんばんは。風邪治り治り、風邪病み上がり。堂林2打席連続ホームラン。え、そうなん？寝と、ちょっと寝とったけよ、分かってない。こんばんは。わっ、ほんまじゃん。 5-0 になった。ツーランホームラン。ほんまじゃ。こんばんは。じゃーん。あんなスープ飲んだ時にさ、このの中の皮がめくれる現象起きとる今。こんばんは。めっちゃ痛いんじゃけど。まあでもね、いや日本酒じゃない、熱いままスープ飲んだらなるやつなった。こんばんは。9月9日の花だれ、え、めっちゃ久々に花だれ公演出ます。やばーい、ドキドキー。ありちゃんとあやぱんの生誕祭に出ます。卵スープ、コンソメスープ。こんばんは、こんばんは。え、もうめっちゃ久々の花だれですよ。カイココアだ。めっちゃ似てるって何？本物じゃけど誰に。お疲れ様、こんばんは。アリピャンとアヤピャンの生誕祭にお邪魔します。わっしはじゃあね、マジ久しぶりにやるわ。ユニットもまだ若干鼻声、うん、治らんね鼻声が。こんばんは。公園出れるの嬉しい。こいほー。こんばんは。
振り付けずっと覚えてるタイプ。え、振り付けね、振り付け結構ね覚えてるタイプかも。なんか、いやでもね、なんかね急にねパッとね、子が右左、まあ、よく聞かれる、あの福ちゃんと千穂によく聞かれるんじゃけど、え、ここってさ右だっけ左だっけ、え、ちょっと待って、右だっけ、右か左かって急にパッて言われたら、右だっけ左だっけ、なんかあの左の振りは経験してなんか練習せんと、なんかこう左手の手動きづらいけ、あーこっち分からんなって時もあるんやけど、そう動き感覚で覚えて、なんか右はさ左の手、左の動きをさ簡単に右でコピーできるけど、右の動きを左で簡単にコピーできんね。なんかね右マイクの振りだったらね簡単じゃけど、左マイクの振りだったら簡単じゃけど、右マイクの振りだったら何難しいんよ。なんか左で動きづらい。笑顔ですよ、次、もし右か左か分からんかったら、左で踊れんかったら多分右みたいな感じ。もうだいたい、あと、なんか、そう、右利きじゃけね、踊りづらい。こんばんは、笑顔ですよ。また髪切ってたん？いや、切ってないよ。短く見える？何時だろう？跳ねてるっけ？跳ねてるっけ？短く見える。髪切ってない。こんばんは。こんばんは。そう。短く見える。こんばんは。明日は名古屋。みんなは名古屋で何食べるん？名古屋で手羽先ひつまぶし何食べるの？何食べれるだろう？コンパルの差し入れとかこんかな？来そう。コンパル差し入れ鬼まんじゅうこんかな。え、手羽先はもうあのもうファンの皆さんがライブ終わった後に打ち上げみたいなするんでしょ。そこで手羽先で打ち上げるんじゃろ。こんばんは。チェキユと一緒に写真撮るんじゃない？手羽先とチェキ、おしめの。世界の山ちゃん、世界の山ちゃん広島にもあるよね。風来坊ね、風来坊。いや、世界の山ちゃんじゃないよ、私。あ、アクスタね。アクスタ、まあ、生写真の人もおるかもしれんけど。こんばんは。埼玉にもあるの？こんばんは。台湾ラーメン、ヤバトン、
あ、ピオリンね。ピオリンね。もう山ちゃん愛知の人に予約してもらった。あ、そう、私がね名古屋にねおった時もね、手羽先食べるためにフーライボー行こうとしたら、めっちゃフーライボー満パンで、どこもかしこも簡単に手羽先食べれる感じじゃなかった。世界の山ちゃんは広島にもあるんよ。なんかフーライボーがなんかあれなんかな、名古屋で。消えた、ありがとう。カープ勝ってます。カープ勝ってる、さっき速報見たよ。みやまる会えるかな。会えなさそう。こいほー、こんばんは。髪はちょっと空音にしてみた。みやまる金髪だった。いや、そうよね、もうギャルになっとるけ。明日の髪型、決まってないよ。何にしよっかな。何にしよっかな。何がいいですか。この絵文字いいよね。好きよ。おお。え、手羽先ヘア。いや、じゃあシャチホコヘアとか手羽先ヘアとかも。やめて。ハーフアップか。いや、一回しかやったことないライブで。今の耳かき外反応がいい感じですか。手羽先ケアってなんなん、聞いたことないんやけど。いや、鬼まんじゅうヘアも嫌なんやけど。鬼まんじゅうはもちゅに任せ。いや、みちゅがなんかやるわ、多分。あのシャチホコヘアとか言ってポニーテールやりそうじゃん。福岡の夜の部、みちゅの部屋は結局何だったんだろう。博多ラーメンって取ったよ、ラーメン、ラーメン。ラーメンですよ。もうモーニングヘアとかもよく分かって、よく分からんけど。そう、明日の髪型の話。何にしよっかなって。白のワールヘア。うわ、
なんか分からんけど想像ついた、こういう感じじゃない？カチカチに固めて、こういうカチカチに固めてスプレーで。やだ、もうね、これね、このライブさ、ほんまに汗がもうね、汗すごいんですよ前髪なくなるぐらい、どれぐらい汗かくかって言ったらもう前髪なくなるぐらい汗かくわけなんですよ。こんばんは。ハマスタナウ、堂林2打席連続ホームランじゃろ。こんばんは。うん、前髪完全になくなった。え、前髪はガチガチに固めとったんだけどね、意味なかったんや、それ。いっそのこと前髪上げてデコ全開もう潔くもう諦める。こんばんは。こんばん。最近インスタ見て気になってショールーム来てみました。ありがとうございます。今日のインスタのストーリーは名古屋の美味しい食べ物たくさん載せました。ちょっと見てみてください。皆さん見た？あれはでもなんかあれを見たら一日でさ名古屋を楽しめんと思ったじゃろ。そうなんですよ、1ヶ月おっていっぱい、1ヶ月の中でいっぱい堪能してものじゃけえさ、名古屋は美味しいところだよ。食べ物が美味しいところ。明日の出演メンバーの中で一番名古屋に詳しいはずよ。1ヶ月住んだけねもう1ヶ月住んだけ、上名護したけね、1ヶ月住んだけもうね知っとるよ。これ1ヶ月住んだことをね、どれだけ言ってきたか。上名護したけね、なんかでもやっぱりね、名古屋とかにおってもね、あ、名古屋におるときになんだっけ、こんばんは、何、遊園地なんだっけ、名古屋の遊園地、いや名古屋のじゃなくて、名古屋の遊園地じゃなくて、名古屋の近くにある三重県の有名な、そう、長島スパーランド、それ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 に行ったんよ。
なんか広島に住んでたらさ、広島から県外に出るっていうのが結構ね、やっぱ広島にとっては結構一大事。広島県が大きいけさ、広島県が大きいため県外に出るっていうことが結構なんかハードル高いん。でも名古屋とか東京とかにおると、東京から横浜に行くのもすぐじゃし、名古屋とか長居におる時も名古屋から長島スパーランド三重県とか行くのもめっちゃすぐじゃし、そうなんよ、広島でかいんよ。名古屋の街の女の服はセレブ。名古屋の喫茶店のモーニングを語って。名古屋の喫茶店のモーニングですか？あのね、名古屋ね、あのコンパルがあるじゃないですか。コンパル、コンパル行ったらね、朝からほんまにマジ大盛況よ、大盛況。なんかコンパル行ったら多分毎日来てるであろうおじいちゃんおばあちゃんがいるんですけど、めっちゃコンパル雰囲気出してくれとる店の、お店の。名古屋で一番食べたものなんじゃろう。アサイーボール。いや安いや、安い、安いかな。安い。名古屋といえば浅いよね。そうなん？なんかね、名古屋でね、え、関係ないんこれ。関係ない。あの名古屋の大須のところにあるあの浅いボールのあのお店を見つけて、マジでいや4、5回5回ぐらい食べたかな。コンパルのエビフライサンド高いって。大須商店街の中かな。外国人の何人なんか分からんけど、もう楽しそうに営業やってた。夫婦でやってらっしゃるのか分からんけどね、あの女性の方がおったらね、旦那さん静かなんやけどね、奥さんおらんくて旦那さんだけのお店の時はねめっちゃ賑やかでね、あのでも奥さん帰ってきたらめっちゃ静かになるんよ、シュンって。22だった。卵サンドね、コンパル、コンパル、コンパルめっちゃ行ったよ。名古屋愛、名古屋好きよ。そう、鬼まんじゅうね、鬼まんじゅうめっちゃ好き。名古屋、名古屋って言ったら鬼まんじゅうよ。風邪薬飲むの忘れた。このままだと忘れてしまうからちょっと飲んどこう。中日ファンとはバトルせんかったよ。バトルせんけ。
中日ファンとね。あの広島来たらさ、広島カープみたいな感じのなんかこう来た瞬間に感じるじゃないですか、きっと。名古屋行ってもね、中日ドーンみたいなのは全然感じんかった。こんばんは。無理しんとくね。こんばんは。柳のノーノーの試合見に行ったの？広島が得しなんか。こんばんは。あ、広島が特殊なんか。カープ今勝ってますよ。こんばんは。でも名古屋ドームの近くに行ったらなんかめっちゃにぎわってた。こんばんは。明日は何か食べれるのかな。私が差し入れをしようかな。メンディー、私が差し入れするんだったら鬼まんじゅうしか差し入れせん、思い浮かばん。あ、でも私面白い動画ある、携帯の中に。なんか名古屋のね、あのフェスに出たんですよ。何人だったかな、7人ぐらい出てたかな。あのフェスに出た時にゆきいかが帰りにヤバトンのカツヤバトンのカツを買って、お弁当をね、カツのお弁当を買って新幹線に乗ったんですよ。で、あのそしたら私の隣だったんや、偶然で。私、あ、私結構クタクタでもうこう寝ようと思ったらめっちゃすごい匂いがする、すごいに匂い、何の匂いかなって思ってパッと目開けたら、横でカツにあのソースをドバドバかけて、あの隣でカツ弁当食べ始めて、それがツボすぎて、いや、この匂いで起きた自分もなんかちょっと悔しいし、ゆきりくが横で何の気なしにこうバクバク食べてるのも面白くて、ちょっと動画撮ってました。ゆきりかが今私の隣で味噌カツを食べて、めっちゃ面白かった。味噌カツ結構いい匂いしたよ。でもなんか味噌、あ、このカレー濃すぎましたって言っとった。かい、はー、うん、美味しいよ。あ、名古屋に行ってね、あんかけスパ食べてなかったな。長文だ。改めて歌って踊る海さん見たら
めっちゃアイドルだなとさっき思いました。さっきふと思ったってこと？ふとカイさんアイドルだなって思ったってこと？なんかえ、いや嬉しいけ、うん嬉しいけどふとふとね、まあ確かに笑顔ですよ。あんかけパスタ、あ、スパじゃないのか、あんかけパスタ、あんかけスパ、ふと思ってくれたんかな、嬉しい。こんばんは。あんかけスパゲッティか、確かに。あい、お母ちゃんアイドルだなって思う、ほんま。なんかこう喋ってるって、こういうこういう時と、あのステージに立ってる時はあんまり違うって言われ違うって言われるんよね。こんばんは。うん、ハートありがとう。言われる、いやめっちゃ言われるよ。違うけんいいや、声出さずにただ笑ってたらで握手会にいた時ショールームとは違って見えた。ま、ん？何が違いますか？じゃーん。明日フリーの、明日ライブ中のフリーのポーズの時にこれやるわ。じゃーん。君に向けてじゃーん。期待して年を忘れたらいけん、メモしとこう。ちょっとメモしとくね。のポーズやるって書いて。こんばんは。サインボール何メートル投げれるかね。でも3回までは投げれたけね、兵庫の。V。他の人の投げんよね。福ちゃん、毎回福ちゃんのさ渡す役目があるんですよ、私。福ちゃんのボールをね。ただ福ちゃんのじゃなくて自分の福ちゃんに渡して、福ちゃんの私が投げるみたいなね、やっちまったパターンもあるけね。
ちゃんと確認してた。ちゃんと確認したよ。明日は誰のを投げるの？いやいや、ちゃんと自分の投げる。ちゃんと自分投げるけど。赤のペンライト目がけて投げるの？うん、なるべく赤のペンライト目がけて投げてると思うんだけど、届いてるかな。ストライクかわからん。遠くでもしてくれてるけ。明日はカーブ投げて。カーブ、まあ、投げれるか分からんけどね。投げるわ。シームがないですから、縫い目がないですから。スライダーってかフォークとか投げれんけ。そんな球種使い分けれるようなね、甲斐選手じゃないけ。あ、今はまだ名古屋じゃないよ。明日なんじゃけど、何時になるんだろうね。今何時だって。もう8時11分。いつもありがとうございます。早寝して、明日の準備もしよう。しんといけ。今日はラジオもある。そうそうそう、今日もラジオある。25時から聞いてください。こんばんは。始球式はフォーク投げた。そうなんよ。じゃけちょうどワンバンして届いちゃったけどね、キャッチャーには。フォークじゃけ。こいほー、ラジオ楽しみ、嬉しい。リアタイしてね。こんばんは。無理せんとくわ。体調崩し、いや、よかった。この、全国ツアーの間に、この、ちょっとでも休みがあって、一日でも休みがあって、ラッキー。
ラッキーラッキー。そうなんよ。あー、なんか名古屋ゲリラ豪雨がどうなってんね。そう、サマーステ公演ツアー、いや、ほんまにファンの皆さんが大変だったよ。大丈夫？いや、お風呂上がりじゃないよ。今からお風呂入る。明日雨なのか。夜公演じゃもんね。晩ご飯食べた食べた。今日はコーンそうめスープを作った。美味しかった。適当だった。美味しかった。明日の髪ほんまにどうしようかな。しなきゃ。福岡公演の時の筋肉痛が数日経ってきた。シップ貼ってねんと。シップシップ、コーンそうめんスープじゃない。いろいろ混ざっとる。今日もかわいい。カエルありがとう。も絶対寝坊しません。いやー、これを言ったらなんかフラグみたいでやだな。絶対寝坊します。寝坊しません。怖いな。ま、朝は強い系大丈夫。今日は栗投手 5-0 で勝ってますよ。集合場所。昔から朝早い、朝強いの。なんかね、いつからかな。一回遅刻したことがあるんですよ。それから朝強くなった。こんばんは。一回遅刻してしまって、そこでもうもう死ぬほど怒られて、もう一日涙がちょちょ切れるぐらいちょっとへこんで、で怒られたことをもう一回繰り返すことを昔母さんからも怒られたので、繰り返せないなと思って、そう、繰り返さないんですよ、ようにと思って、トラウマ、まあまあトラ、怒られたこと、また怒られると思って。おきぼに言って、いや、
でも怒られない人もいるから責任感まめは、まあ、でもいいんじゃないですか。それもまた、怒ってもらえる方がありがたい。いやだってありがたいですよ。こんばんは。まあ、なんだもんだ。コカは怒りやすいキャラ。いや絶対怒りやすいよ。だってさ、あの怒られてもあの引きずらんけん次の日なんか怒られてずっとシューンってなってさ、もういやこれは聞いてみよう、社長に聞いてみよう、私って怒りやすいって怒りやすいですかって、もう絶対怒りやすいって言うよ。こんばんは。うん、じゃ即答しそう、ほんまに。うん、次の日ケロって、おはようございますって感じでケロってくる。他の子だったらもうちょっと繊細に扱わんといけんかもしれんけど、いや反省しとるんよ。じゃけどあんまりでんいやめっちゃマイナスじゃん反省しとるんやって、反省してることがでもあんまりでんってなんかちょっと辛くない、ウケるんやけど、でも最近はもう怒られることもあまり少なくなりまして、怒らんでも話せばわかるじゃないですか。話してわからないと怒られるのは、この子に話してもわからない、わからないから怒るにきっと的で、怒ってとりあえずそうさせて、その後に振り返った時に、あ、本当こっちの方が正しかったんだって気づいた時にはもう怒られないじゃないですか。それが分かった、自分で分かるようになった時にはもう怒られないじゃないですか。話して分かる、話せば分かるようになってる。こんばんは。でも大人でもね、もっとね、大人でも怒りや怒られる時あるもんね。コカは大好き、私も大好き。こんばんは。はいはぁ、年上のコカが怒ること、ないね。でもこれが優しいんかわからんね。怒らんことが優しいんかわからん。じゃーん、こんばんは。深い、今日は母さん、こんばんは。こんばんは。怒る必要がなければ、うん、ないないない、なんか怒るタイミングがない。
母に怒られたい。ほんまに？もう何したらんってこんばんは。怒ったら声低そう。ほんま？怒ったらもうめっちゃテンション低いかもしれん。もう何したらん。いや怒ってる途中で笑っちゃうよ。だって私が怒ってるの見たらなんか笑ってしまうじゃんきっと。間違いでもテンション低くなってる。え、じゃけさ、ほんまにさ、おっきい声出して怒るのってさ疲れると思うよ。なんかマジで怒ったら無言。え、そう無言。え、父さん的な扱い受けたい。え、いや待って、父さんにどんな扱いしてるか分からん自分が。なんじゃろ。あ、でも確かにファンの方にはやらん扱いしとる。うん。え、しよう父さんに。マジ？そんなことないけど、ファンと父さん一緒だったらウケるんだ。父さんにめっちゃ怒ったことあるよ。あのね、これ前も話したんだけどね、あの私朝ごはん、そうなんか残して、そうなんよ、肉じゃがかなんかを、あの明日の朝絶対、あの夜はご飯を控えようと思って、そう、まあ、なんか撮影かなんかライブかなんかがあった日なんか分からんけど、夜は朝ごはん、あ、夜はご飯を控えようと思って肉じゃがをね、こうココアって書いてラップして別に置いてたんですよ。で明日の朝食べようと思って楽しみにしとって、で家族が食べてるのも見ながら、まあ、我慢しとって、次の朝になったらなんとそのココアの分け取った肉じゃががなくなっとって、てか違う、それを見たんや、父さんが食べよるの、なんか食べよる瞬間を見たんや確か。でもうその時にもうほんまに信じられんぐらい、もう悲しくなって辛くなって、もう怒りが湧いてきて、もう泣きながらなんで父さんのことあんなに怒ったんじゃろう。もう肉じゃが、たかが肉じゃがなんやけど、いや今思ったらね、たかが肉じゃがじゃけど、その時の私にとっては朝のもう楽しみだったん。何のために朝起きるって、肉じゃがのために起きようとしちゃったん。しかもその肉じゃがめっちゃ美味しそうに見えてさ、食べ物の恨みはね。でも肉じゃがめっちゃ美味しそうだったよね。なんで父さん食べたん？いや、あの妹がアーシャンがおるやんか、アーシャンが残したものだと思って、あの取り分けたんじゃなくて、妹が残したご飯がそこに置いてあるんかと思って、逆にそれから食べんといけんと思って、それ食べた後に全部食べた。いや仲直りすぐできてないよ、もうこっちは口きかんかったけど、確かね、あの何だったかな、なんか机の上にカープのチケット置いとくよみたいな感じの会話からいつも通りになったね。いつも通り話すようになりましたね。ごめんごめんみたいな感じで言って、こっちはずっと怒って、一日中怒ったけど、まあ、夜ぐらいにあの机の上にカープのチケット置いとったね、置いとったよって、ありがとうって普通に私が言ってしまって、ずっと怒るつもりだったのに、ずっと怒るつもりだったのに、机
机の上にカープにチケット置いてて、あ、ありがとうみたいな感じだったよ。あ、ありがとう。でもその後もちょっとイラッとした。何普通に話しかけてきとるみたいな感じで。みんなカープの力、うん、てかほんまに何も考えてない、ほんまに何も考えてない。あ、父さんの扱いこんな感じよね、きっとね。そうじゃね、うん、何普通に話しかけてきてる。だからファンの方には絶対こんなことしないよ、思わないし言わない。ファンにはそういう態度じゃなくてよかった。いや違うやろ違うやろ。もうファンの方にはもうこんなこと態度全くせんじゃん。なんとも思ってないもん。どうぞ。塩ココアも見てみたいですか。塩キャラメルみたいな塩ココア、ウケる。美味しそう。謎に掘り出し物が見つかった。油取り紙、油取り紙使えるかな。たまにそういうのを見てみたい。え、もうめっちゃ嫌いじゃけとか言って、もうほんまに嫌いじゃけ。豆腐塩ココアね、カカオ 100% ココア。泣くねえかわいそう。言われたり言われたり落ち込みそう。ほんま落ち込ませたくないんやけど、はあ、おもろ。しばらく引きずる。ねえ、しばらく引きずるのやばくない？もう嫌いじゃけ。仕事が手に言われておかしいじゃないガチのやつか。え、ガチなやつ叱られるってこと。なんでこんなに遅く来たんって、なんでこんな遅れたん。そこのレーンだけどんより、気間違いかなと思ってルームする。やばい、おもろい。お、なんか今嫌いって言われ、いや、なわけないよなみたいな。嫌いって言われた？いや、うん、いや、言われるわけないよなみたいな。気持ち違いだよね。もう一回か、もう一回並んで聞いてみるか。そういう人はきっとサラピなところにおる。確かに確かに。え、もう卒業した子だけど初対面でなんで来たんだって話し会で言われたことある。切る。え、なんで来たんだってびっくりする。悲しい。怒った後は笑っちゃダメよ。やめ、怒りながら笑っちゃうんやけど難しい。こんばんは。で
もう一つで配信終わろうかな。でも半やし。油取り紙。明日は奥さんと見に行きますよ。お、嬉しい。これ時々後悔に見えることがあるって言われたことある。いやー待って、ほらほら、またコメントできた。今言おうと思ったら、ちょ待って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 、ほんまにやめて、似てないって。こういうことか。バランスね、配置ね。いや、新しいプロフィール画像じゃないき、やめて。ちょ、今は角度を寄せに行ったけどね。はい、ちょっともうそろそろ配信終わります。13位、強制終了。13位、青津。12位、あ、違った、あつおだった、あつお。ごめん、今テンパっとる。13位、あつお。12位、たくぞ。11位、エリック。10位、ジュナラゴ。9位、ゾウ。8位、バオバブ。7位、ノッシー。6位、マキマキ。5位、ツカ。4位、ライトニング。3位、ユータマル。2位、スバル。1位はコニョー。ありがとうございます。はい、皆さん配信を見てくださりありがとうございました。明日は名古屋に行ってきます。旦那髪型しよっかな、楽しみ。名古屋楽しんでくるよ。バイバーイ。配信見てくれてありがとう。